大きな大きさを変えて、読んだ、俺はモンキー・D・ルフィ、海賊王になる男だ。トラファルガーにワーゲルドーダーの準備ある。配信中に出ないようにどうでしょう。おう、俺はサンジュだ。ゲップも出したよろしくな。ほら、不祥のマルコ、これからよろしくね。いや、持ってる？ユースタスキャプテンキットだ。よろしく。これでやりたいね。なんだろう。じゃあ1枚見ていいか。無理だよ。なんでだよ、ダメか。ユースタスお前なんだって帰るの。だこれダメだ。お前カメラ食えな。来て。クラシア似ててカメラお前カメラお前クラシア。来てお前クラシア。お前長くなるにつれてカイドウとビッグマムを倒す話だぞお前。おい、そんなの聞こえばいいだろ。ちょっと待てよお前。腹減ったんだよ俺は。おい、賛成をさせねえぞ。勝つことができねえぞお前。うるせえユースタス。うるせえお前口臭い。見えてるか。ユースタス屋の心臓メス。はい、皆さんこんばんは。金曜日はダマオレの日ということで行っていきたいと思います。当番組はコメントを大歓迎しております。高評価リンク共有での拡散もぜひよろしくお願いします。今日の共有コメントは、すっげー考えたんだけど、頭脳プレイで力を見せつけろですね。おつけて共有してやってください。また番組の感想をツイッターでつぶやく場合にはハッシュタグダマオレをつけていただけると嬉しいです。ということで、はい、あれちょっとなんかオープニング中に喋ってた人たちが喋らないんだけど。いや、もうね、一個俺はおめえにクレーム入れてぐらいだわ。俺なんで、いや、まさか声が乗ってるなんてね、思わないもんね。そうだね。どういうこと俺らが代わりになった配信は、そのオープニングの時に声乗ってなかったんだよ、みんな。うん、それは何ミュートしてたってこと？その人が違う。え、いや、あのね、いや、俺が説明してあげるよ。俺が説明してあげる。バルが配信した時だけは、多分その動画だけ、その多分 OBS でやったのかな、多分動画の音だけを、出力してて、俺らの声だけをミュートにしてたんだよね。そうだな。そう、だけど、ルフィは通常いつもそのまま動画も一緒に流してるから声入っちゃうんだよ。入るよ。そうだから今までそのオープニングで喋れなよとかわわわわちょっと喋ったりしてたでしょ、それが普通なんだよ。そうだよ。そう、だから俺らがちょっと勘違いしてたの。ほら見ろ。あ、なるほど。なんだよ、サンジ、なんだお前。うるせえ、バカ。よし。よし。大体な、入ってると思ってないんだよって。本番中だぞ。いいか、そうだぞ、お前。今日本番だからな。こんな来てもらって、こまーって書いてくれて、皆さんがいて、オープニングが流れてる。本番中、喋ったらかん。うるせえ、バカ。どうだもん、あくびなんかしやがってよ。バカ。そういうことだよ。ドジ。はい、ということでね、今日初めて初コメですみたいなコメントもね、さっきあったんですけど、たくさんありましたね。ありがとうございます、ね。はい、ありがとうございます。改めてこんばんはということでね、俺のね、今日のちょっとニュース、今日ね、目覚ましテレビってあるじゃん、朝フジテレビでやってるやつ、あれのさ、目覚ましじゃんけんって知ってる？なんかね、7時58分ぐらいに放送されるじゃんけんなんですけど、それ今日シャンクスがやったんだよ。シャンクスがじゃんけんしたの？そう、シャンクスがじゃんけんして、あいつならチョキ出しそうだな。あー、なるほどね。正解は、いや、あれだな、チョキは親指と人差し指のタイプのチョキ出すやん。昔のチョキやないか、お前。それお前、おじいさん世代か、お前。出すおじいちゃんのチョキやな。じゃんけんホイホイなら勝てる。そう、シャンクスが出たんです。普通にじゃんけんしてた、アニメのあの映像で。そう、シャンクスパー出したの？パー出してたよ。ルフィは？ルフィは俺は、お前は俺だったらグー出すね。負けてんじゃねえか。負けてんじゃねえか。その後のね、そのあのアナウンサーの人がね、シャンクスありがとうございますって言って呼び捨てにしてたんだよね。ちょっとそれが面白かったっていう。
新しい、新しい、シャンクスさんって言うか。いや言わないだろ、だって俺らだってシャンクスとか言って言わねえ。そうだよ、でもお前がシャンクスが出てほしいよね。赤犬とか出てほしい。アナウンサー絶対呼び捨てするのか、さん付けするのか。書いてるよコメント、シャンクスありがとうございます、アナウンサーが言ってたの笑いましたって。ほら、おいしい。ほんとほんとだ、言わされてんじゃねえ。そこがね、切り抜かれてね、 YouTube に上がってたったよ。絶対バカにされてんじゃん。そうそうそう、サンジも呼び捨てだったらしいぞ。どういうこと？結構出てんじゃない？あ、そうなんだ。俺たち結構出てんだ。へえ。やっぱね、もう明日からだっけ？そうそうそう。レッド。レッド。そうね。やっぱそれにちなんで、やっぱ目覚ましテレビもね、そういうのでこうどん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 出していってるわけなんだよな。きっとな。そう。なるほどな。そんなのがあって、で明日レッドですよっていうね。明日見に行く人いるんかね。あ、公開日に？いやでもそれはいるだろ。そりゃ困ってるだろ。ちょうど土曜日だしな。ああ、混みそうだな、明日。今来た方、それから初コメの人、こんばんは。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうございます。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。はい、ということでですね、本日はですね、一風変わったボードゲーム、レッツプレイオインクゲームスから2作品をプレイしていきたいと思います。ということでですね、ゲーム画面映ってみましょう。はい、行こうか。ポインク、デミーよ。ポインポインゴ、ポインゴ兄弟。それ何だったっけ？ポインゴ。何？ジョジョの三部作。ブラザーズ。もういいよ、ジョジョ。わかんねえだろ。はい、ということでゲーム画面映ってみます。まず、はい、一つ目のゲームはですね、エセ芸術家ニューヨークへ行くということでですね、簡単なルール説明を行いたいと思います。よいしょ。お。なんだそれ。簡単なゲーム説明でございます。こちらですね、お題に沿って、みんなで一つの絵を描きます。同じキャンバスに一筆ずつ交代で描いていくのですが、一人だけお題を知らないエセ芸術家が隠れています。エセ芸術家の正体を見破ったら、ちょっと待ってくださいね。見破ったら、見破ったら、見破ったらお仕置きがあるのかお前これ。見破ったら芸術家の勝ち。見破ったら罰。お題がバレてしまったらエセ芸術家の勝ちでございます。エセ芸術家はお題を知りませんが、知っているふりをして絵を描きます。で、芸術家は、うますぎず下手すぎない絶妙な絵を描きましょうということでね、なんですが、ちょっとですね、音声あれ？ちょっと大丈夫？俺なんか言ってる、なんかね、今ね、連絡が来てね、音声二重になってるよって来たんだけど、大丈夫？連絡なってる。ちょっと、あ、裏方さんからね。そうです、そうです、ちょっと待ってください、ね、はいはい、なってる。黒子から、いや僕は賭けた、僕は賭けた、なってないみたいですよ、なってないみたい、大丈夫ですね、なってないみたいですね、はい、うん、あ、大丈夫みたいです、すいませんね、okay、 はい、大丈夫でございます。ということでですね、ワードウルフに似てるんですね、このゲームね。ワードウルフ、はいはいはい、やったな、ね、前やったね、はい、ということで、まあ、絵の人狼というか、はい、なんでございますが、なお今回はですね、ボードゲームということで、皆さんにも俺たちにも、みんなでね、一つのこの画面を見ながらプレイしていくわけですが、途中ですね、〇〇さん以外は目隠ししてくださいなどとね、表記が出て、俺たちの誰かが画面に映る正解を見ないという、俺たちの、あ、そうだなという場面があります。コメントではですね、できるだけ正解のこのネタバレをね、しないようにしていただけると助かります。お願いします。はい、ということでね、早速ちょっと一回やってみましょうか、こちらのゲームね。やってみるか。はい、もうやれよ、よいしょ、よいしょ。画伯、画伯って書いてあるけど、画伯頑張れよ。これね、一筆書きだからな。そうだね、仕組みが違うんですよ。そう、あんまり出ないかも、そういうの。そうだね、一筆書きだから。画伯なんていねえけどな。今更だろ。それはないだろ。さあ、テーマ投票でございます。さあ、どれでいきますか、はい、食べ物、陸の動物、植物、ワンピースね、架空の生物とか、なんかちょっと架空の生物だよ、ユニコーンとか。ではこれでいきますね。1番マルコ、2番ルフィ、3番キッド、4番サンジ、5番ロー、うん、ということでね、はい、これでいきましょう、はい、でこれを押すとですね、まずお題発表なんでございますが、マルコ以外の人は目を閉じてくださいということでね、はい、目閉じろよ、お前らズーすんなよ、マイモスケだ、はい、目閉じます、まぶたタクト、なるほどなるほど。これさ、架空の生物ってさ、はい、では次の方ルフィ、はい、俺目開けます。その人のイメージによって変わらない、
確かにだ。じゃあ俺見まーす。確かに。フェニックスとか来たらな。はい。フェニックスパイナップルパイナップルかけへん。なるほど。誰がクリスチョンや。はいはいはい、はい。やめとけやめとけ。ということで次、ギザをどうぞ。よし。架空の生物ユースタスやキャプテンキット。開きモース。開きモース。できませんって言うんじゃないかもそれ。理解だ。ペペ理解次三時だ。ペリーじゃないよそれ。だって。はい。いやー。なんだ。なるほどなるほど。はい、難しい、はい、難しい。これか。なるほどな。友達ぐらいのやつ。あ友達、はい。友達ぐらいね。次ローだ。次ロはい。俺これ押してんだけどな。なんでだ。あちょっと待ってくれ。これで大丈夫か。あいけた。あ、オッケー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 。いいか。友達だった。友達だったか。友達ではないだろ。はい、ということでね、目を開けまして、ここからよ。今ね、皆さんはね、こう画面をずっと見ていた方分かると思うんですが、一人だけね、何もお題が書かれてなかった方がいたと思うんですよ。そいつが人狼ですね。ただまあ言わないでいただけるとね、助かります。ということで、一筆書きで書くということで。やばい、画面が固まってる。何やばいってそれ。何ちょっと待って。これ。あ出た。この設定が出るということは、いや大丈夫だな。うん大丈夫。さあ次ルビーかな。いや俺じゃない。これちょっと待って。あ俺動かせるわ。あだけど共有になっちゃってるな。まあいいや仕方ない。うんいや今回はしょうがない。さあここから。ちなみに不死鳥屋合ってんのかこれ。合ってる合ってる合ってる。これ何合ってるんだ。星だろこれ。なんだ。なんだそれ。なんだこれ。なんだそれ。いや俺マ、ま、マルコ本当。いやいやいやこれだろ。いやなんだこれ。本当にこれか。本当にこれか。うんもう俺は一筆書きでもうすべてを表そうとしたな。俺は何を付け足したらいいんだこれ。これ友達なのかお前。これ友達の。友達かこれ。なるほど。なるほどな。さあどうする。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ユースタスは考えてるんじゃないのか。待て、なんだ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 。おい、ユースタスはお前。おい、待て、これ画面外に行ったら消えるのか。そうだぞ。そうだろ、ゲーム話したろ、この話。ゲストしたろ。ずるだろ、これ。さあ、次3時なんですが。でもこれ、ルフィもよくわかんないけど。あ、今来た、こんばんは。ありがとうございます。いらっしゃい、今来た方。いらっしゃい。ゆっくりしてけ。さあ、今ね、俺たちが一つ絵を描いてるわけです。なんだそれ、おいおい、ちょっと待って。いや、出ちゃった。出ちゃった。なんだそれ。最悪、待って。これさ、これ、ちょっと人狼じゃないこれ、二人。二人もいねえんだよ、人狼。いや、もう三人だろ、これ。もう四人だろ、今もう。全員だろ。いや、これ、ちょっとラグいな。筆がラグあるんだよな。ちょっと待って。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、共有になってくると妨害もできるんだよ。そうだ、共有になってるからな。さあちなみにお前が動かしてると俺書かないからな。誰が動かしてる。なんだ今戦いが起きてるんだ。誰と話してたんだ。どうしようかな。うわもうなんかもうくっつけてなんだそれ。誰くっつけてくんのだ。適当にくっつけてくるタイプのやつな。しかも何なんだよ結局それは。これなんだマジで。我が道を行くな。ああでもはい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 。そうだな。マルコは大丈夫そうだな。だろ多分大丈夫だな。ちょっと待ってな。一筆だろ。ちょっと待って。あなんだ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 お前ら左右に何を書こうとしてんだ。これね、みんなに言っとくとこれ結構難しいんだよな、操作。まあ、でも確かにちょっと難しいな。操作自体がちょっと難しい。ああ、なるほど。はいはいはい。分かった分かった分かった。よしよしよし。分かった。お前はいいよ。お前は大丈夫。オッケーオッケー。お前大丈夫だ。確実だ。よしよし。いいだろう。これ続き書くから。続きあんのそれ。あもう難しい。そうだよ。いやでもお前がやりたいことは分かったよ。これ分かった分かった。俺も分かった。これには読み取った。分かった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 。これいやちっちゃいしでかいしこんなんじゃ戦えないだろう。どうしようかな。これでも俺付け加えるとかあるか。今んとこ2択だ。正直ね、いや正直俺も2択だろ。
大丈夫だとは思うんだけどな。本当か。いやこれだってこれさ、何書いたんだだってこれ。俺割とローはね、さっき一回で書いたやつは俺なんとなくこれ書こうとしてんのかなと思って。これ今ルフィかローなんだよな。だろうな。うん。多分俺思われてんだ。お前ら二人とどっちかだとは思う。ラグい。ちょっと待ってくれ。あー来た来た。いや一筆書きでこう来て。何なんだお前は本当に。これでね、エセゲームか誰かっての一人ずつ投票していくわけですが、いやどっちかだろう。いやこれもう確定するどっちかなんだよ。俺がトラオになってるんだと思うんだけど、うん、ね、なんて言うんだろうな、俺わかなんて言うんだろうな、俺ギザオのが一番ね、わかりやすい表現かなっていうのは。そうだな、うん、そうだな、もう途中でなんかもああなるほどなって、そうって分かったって言っとく、って考えるとやっぱ消去法的にはローなんだよ。そうだな、そう、俺はトラオだと思う。オッケー。で俺はトラオだと思うから投票するな。迷いはないな。まあこれでローリー2票入ったぞ。サンジもこれはもう何書いてるか分かるから、分かってくれたよな多分な、うん、これは分かった。これもでもローも分かったように。いやでもやっぱ俺さっきのこれじゃ戦えねえだろうって言ったのもちょっと気になるんだよ。え誰が言った？ローが言ったんだ。あ言った。これじゃちょっと戦えないだろう、戦うって何かちょっと俺分かんなくてな。じゃあローだな。これ俺の中ではもうほぼ確定。ハリーポッターに戦うだろお前。戦ってたよちょっと分かんない、校長のことお前首絞めてたけどな。誰だ動かしてんの、なんだあ、そう、これ、ね、これ今共有になっちゃったから、この試合はおのずと場所がローリーってトラは誰だと思うんだ。誰だと思う。俺誰だろう。でも俺と優秀さやの考え一緒だと思うんだよな。戦うやつだと思うからこれは絶対お前だろ。絶対お前だ。しかいないだ。絶対お前だよ。ということでね。全然抗わないしな。本当な。はい。よーし。ほらほらほら。さあ。でもこれそこでだね。そうなんですよ。まあまあ当てればな。逆転勝利あるんですよ。当てたらお前の勝ちだよ。さあこの絵を見てトラは何だと思いますかっていうことですね。雪男、ペガサス、クラーケン、ドワーフ。ドラゴン、狼男、巨人、サイクロプス、エルフ。いっぱいあるな。サイクロプスって恐竜みたいなやつ。え、俺2つだな。目が1個のやつだな。あ、ミノタウルスって斧だよな。ミノタウルスは斧だね。そうだな。ケンタウロスが馬と人のやつだよな。そうこれだろ。はい、ということでね。はい、だからケンタウロス。これね、ギザオが描いたの雪の結晶なんだよな、これ。そう、雪の結晶だよな。で、たぶんさ、雪だるま描いたの。雪だるまだよな。雪だるま。よし。なるほどな。そう、俺さ、これ弓矢だと思ったんだよな、弓矢。どれが？どれだ？緑のやつ。あー。弓か、はい。ちなみにお前何だったんだ？お前のお題は。いや、ないな。お題ない。ないのか。なるほどな。いや、昨日テストプレイで何学んだの？お前何で学んだの？ということでね、一回ちょっとね、退席しましょうか。今あれになっちゃった。ちょっとコントローラーが今全部共有になっちゃったんだよね。なるほど。はい、これでいきます。あ、待って、間違えた。あれ？これ昨日もなったな。これ一回切ってもう一回やらない。ゲームを切るということですか？うん。はい。そう。はい、ということでね、皆さんしばらくお待ちください。少々お待ちを。はい、というね、感じのゲームでございます、このゲーム。そうだね、俺ローワンチャンさ、サンジにちょっとつなげてたじゃん。なんか冬のなんかサンタの時に靴だろ、靴を描いてるから一回それだと思ったんだけど、迷ったんだよね。あんなの適当に決まってんじゃねえか。関係ねえからな。そう、俺はそこに陥ったんだよ。雪男って関係ないなって。意外とでもかすってくるんだな。そう、ちょっとね、適当に描いたもんな。意外とかすれる。意外とかすった。こういう感じのね、このゲームでございます、これはね。いいですね、面白いですね。はい、来ましたね。コメントにさ、うん、答え分かってんのに分かんねえとコメントだったと。じゃあ言われてたな。言われてたな。じゃあ問題あるぞ、問題ある。はい、1番俺。はい、2番。2番俺。3番俺。4番俺。はい、ロー。はい、ロー。なんだ、ロー。5、ロー。
ゴロそれ野球選手やんけ、それ。野球選手ね、夢の舞台に行く人ね。そう、いいですね。めんどくせえって言いながら駆け上がれ、はい、画面表示します。ということでね、もう一度やってみましょうか、このゲームね。オッケー。もう一度やってみましょう。架空の生物難しすぎない？ちょっと確かに分かる、あのそう、なんかこうみんなに分かりやすいやつを選んでもいいかもね、うん、そうだな。ただお題がね、結構お題もねランダムで出るんですよね。うん、さあテーマどれがいいかな。食べ物お任せにしよう。食べ物はね、お任せ簡単すぎんだよな。 お任せはお任せ、日用品とか。お任せするか。じゃあ完全お任せ。お任せにしよう。うわ、怖い。いきます。怖いな。では、3時からかな。お題発表。食べ物です、ね。食べ物だよ。じゃあ3時よろしく。ネットジロー。はーい。ちょっと見事。そのままね、タンクアイマスク。いきます。カウンターアイマスク。はい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 、はい。OK ですか。はい、次、丸子。食べれ、食べれる、食べれる。目閉じとけよ。食べ物食べれるだ、食べ物だぞ。クロアチアだったらそれで何料理する？はい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 、はい、何料理する？うん、あ、はい、オッケー。次キット、よし、美味しいやつ料理する。結構回ってもうそれでまとめやがったな。焼き物、なるほどな。よし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 、次ルフィだ。はい、見ます。はい、OK をします。はい、なるほど。ハテナが出てんじゃないの？なあ、ハテナが出てんじゃねえのか、よし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 、わかったぞ。ハテナ出ちゃった、ハテナ出ちゃった、出ちゃった、ハテナっぽいな今の。ハテナ出てないぞ。 OK、 いいよいいよ。そしたら、この絵をね、みんな描いていくわけですが、はい、皆さんにはね見えてたと思うんですが、真っ白だった人がね、黙ってていただけると助かります。はい、ちょっと楽しみだな、クロアシア。でも俺割と今回いけると思うけどな。じゃあクロアシア、まずなあ、うん、まずどう表現するの。わー出たな、うわー出たー、そういう感じになるタイプね。とりあえず一旦な。なるほどな、うん、しょうがないな。どうしようかな、だってどうすればいいんだ。これ、ね、皆さんにはね、あ、なるとうん、ちょっと待ってくださいね、まあ、後で話すな、お前ら。そうだな、うん、そうだな。いや、どうしよう。あれしかない。あ、違うな、不死鳥や。おおおおおお、行くな。行った上で分かんないけど、結局分かんないけどな、これ。胸焼きって難しいよな。結果なんだろう。もうちょっと綺麗に書きたかった。どう書くか。なんだこれ。積水ハイムとかなんかそんな感じの。確かに家っぽいな。食べ物だろ。食べ物だろうがよ。食べ物には見えねえな。どう書くか。どう分かってねえのか。パンクアイマスク。分かるか。ハテナ出ちゃった。分かってねえのか。あれ。ずいぶん付け出しとくか。おお、付け出してくんのかお前。勝手に付け出すの。いいか。いいんじゃないか。いいんじゃないか。自由だぞ。どのぐらい付け出すかによるけどな。そうだな。どう付け出すか。あんまりこうなんかな。あ、そんだけってなったらぞ。それやりすぎてもあれだし、ちょっとでもあれだしな。じゃ並べとくか。考えてんな。よし。俺はちょっとそうだな。クロアシアここ悩むな俺。またちょっと真ん中にないで。そうだ。なあこれな。どう難しいんだよな。どういうあれなんだ。なんだそれ。クロアシア俺これ書いたらダメだよな。ダメだな。たぶんお前は分かってるんだと思うけど、たぶんダメだ。俺付け加えていいか。あ、別に。どれにだ？クロアチアのやつに付け加えるぞ。いやでもそんなに付け加える。いやでもね、いや多分俺がね、いや俺が最初ローにやろうと思ったのと多分似てると思うんだよな。あー。はい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 。はい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 。
大丈夫かこれさこれちょっともう一つですよ、もう一つクロアチア。そうだ、もう一個さんにも話したいな、これちょっとな。そうだな、ちょっと共感できる、いろんな、いろいろ言えないんだけど、どうしようかなこれね、ちょっと後でね、話しますね、はい、あんま書きすぎるとバレるしな。そうなんだよな、うん、多分バレてるな、これ、これバレてるな多分バレてる。でもこれしょうがないよな、正味簡単すぎたかな。あれやる、ちょっとね、やっちゃう。あお前一個でいいのか、お前バレてんじゃねえかよ。これもバレてるよ、多分バレてるかな。また答えしてんのにわからん、あるかも。書かれるぞ、答え知ってるのでわからん、書かれてるじゃねえか。あ、なんだ、ん、なんだなんだこれ、かまぼこか違うだろ。なんだ、なんだ、なんだ、いや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 、これだろ、これだろ。え、え、お前、まあ、食べ物勘違いしてねえか、お前勘違いしてねえか。いやいやいや、勘違いしてねえよ。ちょっと覚えてるかみたいなやつ。覚えてる覚えてる覚えてる。こんばんは。こんばんは、いらっしゃい。今回お題はね、食べ物という項目で、今一筆書きでそれをまあ一人一筆な、うん、そうだね、一人一筆でちょっと絵にして表現してるところですね。どうつけた？マルコは結構形攻めてる感じがするんだよな何かわかんないけど、いやこれ一筆で書くってのはむずいな、確かに。何本か書きたいな。いいんじゃないか。こうしようか。これ、これね、もうちょっと一人で遊ぼうかなと思う。はいはいはい。なんかこう余白でね。こういうの。ああやらかした。ああ。なんだ。なんだそれ。いやマジマジこれ言い訳させて、本当キーボード難しいんだよこれ。なんか鼻がしおれてるみたいになってる。竜宮の使い。どこまで攻めるか。お前も単体で遊んでみたらどう。そうだな、単体で遊ぶ。お前も単体で遊んでみろよ。単体、あ、じゃあ俺書くな。そう。ああ、なるほど。いやこれ難しいな。いやこれね、よしよし、バレたと思うんだよな。これ正直な、誰、多分マルコ、俺もマルコかちょっと、俺か、マルコか、最初かなと思った。いや最初ね、キッド俺に乗っかってきたなと思ったんだよ。そうなんだよな、俺もそれは思った。そうそうそう、うん、俺もそれは思った。安牌ついたなと思ったんだけど、うん、マルコなんか一個わかんないんだよね、マジで多分な、不死鳥屋が特にな。不死鳥屋はな、違うよ、お題出てるけどお題勘違いしてるぞお前。多分違うやつ思ってるもんなでもルフィ結構怪しいなと思うけどな。まあまあまあ、でもルフィの一筆目は多分あれ分かってるやつなんだよな、うん、俺も分かってるやつだと思うよ、うん、でローは確率に分かってるから、うん、そうだね。いや俺もそこ迷ったんだよな。いや意外と喋ってね、キーボードでね、 Z ボタンを押しながら、どこれ、十字キーで動かすっていう、めちゃくちゃ難解。キッドマルコどっち、これちょ、どっち分かんない。俺じゃねえぞ、俺じゃねえぞ。キットかなこれ。俺は分かってるからな。俺はちゃんと分かってるわ。俺も分かってるわ。あのな、クロアチア、クロアチア多分な、不死鳥屋はな、お題出てるけど、そのお題をな、単に勘違いしてるだけだと思うぞ。じゃあ出てはいるんだな、お題って。出てはいると思うぞ。じゃあ多分キットだよな、多分。ハテナ書いたんだよ、これ。ハテナと書いたんだよ。状況じゃねえかよ。いや、俺はね、これはね、ね、まあ、1回目乗ったのもそうだし、2回目に付け加えたのがちょっとあれだなと思ったから、俺はキットかなって思った、はい、俺はキットかな、疑い深いな、うん、ギザちゃん俺かこれ、ギザちゃん俺か、うん、いやでも俺、いやルフィはないか、そうだよな、ないだろう、だってお前なんだからそんな信用ないか、その詰め方えぐいな分かんない、もしかしたらまだ可能性があるかもしれない。新人がゆえに何も言えない。いやもうでもね、2票入れられてるからね、なんか
まあいや、まあわかんないじゃん、残り3人いるんだから。いや、まあ、まあ、マルコかな。まあ俺は悪いけど、俺もギターかなぁ。いやでもこれでマルコだったらちょっと、まあ、新人だしな。だったらすごいよな。すごいよ、それはすごいだろって思うよ、そんないっぱい書いてる。ほんとだよ。いや、そうこれ多分な、不死鳥やこれ、ハイチュウと間違ってないから、多分。ハイチュウ書いてんの。いや、そんなことない。誰に入れても決まってるから。さあ、4-1で出ましたが、さあこれ誰だ。ほんとひどいな。ひどいな。ヒントだろう、うん、これ違ったらお前らも信用失うからな。あイエーイ、はい、違いませんでした。むずいんだよ、これ乗っかるにしても。さあ、ただ逆転勝利まだ。俺もハイチュウ書いてよかったら。でもこれな、バレてそうなんだよな、勝利。さあ。さあ、いっぱいありますね。さあ、どうですか、ね、なんだろうな。フライドポテト、グミ、パンケーキ、チーズ、焼きそば、キャンディ、パン、ケーキ、フライドチキン。正直。わからないってのがあるんじゃないか、右、右。わからない。わからない。ハテナだろ。お前もしかしたらわからない。多分。いいもんでもないだろ。勝ったぞ。勝ったのかこれ。勝ったのか。勝ったぞ。勝ったぞ。勝ったのか。勝ったと思う。いけんのか。正直でもあの、あれおそらくパッケージなんだよ。傾向からして黒足が書いたのは。なるほどな。おそらくパッケージなんだよ。でそこにプラスなんか丸いの書いただろう。俺が見覚えるのはこれだと思うんだよ。ポテトチップスだ。こいつの正直力ということで、ね、なんだお前。さあ、無理だろう。はい、あのネタバラしましょう。はい。はあ、誰が言いますか。サンジ言う？そうだな。うん、じゃあサンジ言うよ。実はね、昨日の夜にね、僕たちあのテストプレイを一度してるんですね、このゲーム。はい、でこの全く同じゲームをして、さあお題なんでしょうってなった時で、同じグミが出たんだよ。出たんですよ。そう。これグミ2回目なの。俺ら。そう、マルコはね、いなかったんで、最初ね。あ、そう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 、そう、うん、ちなみに、ユースタス屋の記憶がどうなってんの。そう、あのね、さっきからなんかキットの記憶が欠如してるんだよ、ね、大丈夫。あれやったと一緒に、このグミのくだり。同じの書いたのか。まったく。まったく一緒だな。一緒だ、一緒だ。なんだったら、ルールに関しては、ピレグミってハート前も書いてたな、そういえば。そう。そうそうそう。で、さらに言うと、その、俺が言っていいか、大丈夫か。いいぞ、うん、あのサンジが書いたその四角っていうのは、まあ、さっきギザオが言いかけたパッケージなんですよ。で、うん、これに昨日は100って書いて、あの果汁グミだよっていうくだりがあった。そういうことな。そう、100%ね。だからトラオは1を書いたんだよな、多分次00を書くためにな。だから俺これ確信したんだよ。あ、ローは絶対大丈夫。そうだな。俺それ知らねえじゃねえかよ。俺もね、後で気づいた。マルコそこにいなかったよなって、うん、そう。だから疑っちゃいけなかったのな。そう、全然わかんなかったよ。いやでも5分の4はさ、昨日もう経験してるから、いやバレるなって思ってたんだよな、これ。思ってても資格書くんだな、お前。これ気づけなかったらめちゃめちゃ恥ずかしいじゃねえかお前。でマルコはこれ何書こうとしてたんだ、これ本当に。これパッケージ。パッケージでグミかなと思ったの。いやグミ最初はね、そのグミって出てて、でもさ、そのなんだ、一回目その中にそのローがその入れたじゃない、一個線を。その線が、うん、俺あのプッチョだったらさ、中にグミ入ってんじゃん、うんうんうん、だからそのだからプッチョのその中身のその丸を書いてグミを表そうとしてんのかな。そういうことか、これプッチョの断面図と思ったのか、これ。そう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 。あ、だから、あ、そういうことねと思ったのか。純血が100書こうとしてるから。100なんだよこれ。知らねえよ、そんなもん。果汁グミだろ、果汁グミ。いや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 、それは違うだろ、わかんねえよ。昨日やったんだけどな、昨日。グミとハイチュの間ぐらいかな。そう、悔しいぞこれ。プッチョはそうだな、プッチョは、はい、そのソフトキャンディの中にグミが入ってる。そうそう、そうか、ソフトキャンディ。ちなみにプッチョはグミじゃないでしょ。グミじゃないな。だからプッチョ、だからその中のグミを、その何、これだよっていうのを、そう、やってんだなと思ったの、俺の認識で。なるほどな、なるほどな。ちなみに俺は何を書いたんですけど、俺はね、あの本当にちっちゃい普通のグミと、あとあのひも球を描きたかったんだよ。むずい、ひも球だから、むずんってなってのを描こうとしたんだけどダメでした。
しおれた葉っぱみたいな。絡まりすぎやって、絡まりすぎ。マジキーボード難しいんだよ。はい、ということでね、2つ書きました。グミと、さっき何だったっけ、グミと雪男だな、雪男、雪男、雪男でございました、はい。次はね、次のゲーム行きたいと思います。こっからが本番だね。ちょっとこれ本番だね。俺頭悪いのかな。さあ、ここからが超難しいボードゲーム。はい、これがね、超難しいでございます。ちょっと待ってね。頭脳で勝つで。2つ目のゲーム、よいしょ。はい、ということでこちらですね、月面探検というゲームでございます。簡単な、ルール説明をしたいと思います。このゲームですね、月面に散らばった物資を回収し、全員で基地に生還することを目指す協力ゲームです。手番には酸素を使い、ダイスでアクションポイントを決めます。マルコみたいな、移動、物資回収、OGS、酸素生成装置の起動などができます。OGS、酸素生成装置の上では酸素の補給ができます。しかしこの時ね、磁気嵐カードというのが混ざってまして、磁気嵐カードを引くと OGS が壊れてしまうんですね。一人でも酸素が壊るとミッション失敗。そしてそれぞれの役割の特徴を生かし、力を合わせてミッションに挑みましょうということなんですが、こちらね、すげえ結構そのこのなんて言うんだろうな、めちゃくちゃあるんですよね、こう、要素が多いからな、結構複雑なんだよね。めちゃくちゃ多いんで、こう皆さんね、見ながらね、こう、あ、こういうゲームなんだって知っていただけたらと思っております。うん、なお、こちらのゲームの終了条件は2つでございます。クルーの誰かが酸素カードのない状態でターンを迎えた、こちらゲームオーバーですね。そして全員が基地ボードに帰還した、で、そしてその後目標の数の物資が手に入っていたらゲームクリアということでね、物資もね、無事な物資と壊れている物資とかあるんですがね、はい、物資が壊れている場合があったり、酸素生成装置 OGS が壊れたりします。そしてそれぞれ最初に役割が選べるんでございますが、持てる荷物が多い力持ちだとか、物資が壊れているかどうか分かる検査士などなどがいるんですが、こちらの、ね、役割も生かして協力してクリアを目指しましょうということのゲームなんでございますが、こちらね、ルビーが難しいこと言ってるみたいだけどな。そう、そうだな、うん、昨日もね、まあ、ちゃんこれね、はい、まあ、俺とか昨日初めてやったんだけど、はい、まあ、やって実際見てたらすぐ分かるんで、まずルール自体は。そうだね、そこは安心してください。で、このゲームクソほど難しいです。はい、そう、なんでレベル1でも難しいです。はい、テストプレイで4回ぐらいやったけど1回もクリアしてないから。そうだね、クリアです。1回もクリアしてない。大体ルールは分かってて。何さあ、なんで、ね、何回やってもできない。星1でいきます。はい、ということで、まあ、いけるだろう。行ってみましょう。それではゲーム開始でございます。いけるしよう。お、今来た方いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。音あげるわ。ちょっと待ってね。はい、じゃあ俺ですね。俺がこちらですね。はい、宇宙航空宇宙医師ということで、毎ターン1回だけ0AP アクションポイントでタンク共有することができるというものでございます。はい、タンク共有。はい、俺なんだっけ、これだっけ。いや違う、あれでしょ、アスリート。お前アスリートだ。そうだ、俺、やっぱ俺ぐらい。足つけ、足がっちりね、みんなでね、クリアしようと思ってね、この役割も、構成も考えたんですよ。起動中の OGS の上にいると 2AP オイル、まあ、これ酸素の上にいると、酸素のカードが手に入るところにいるとよりね、行動ができますよと。そうだね、はい、そしてマルコ、俺がこれかな、ムードメーカー。ムードメーカー。振ったダイスの目が同じだとそのターンプラス。え、本当にムードメーカー。違う、マジで変えてくれ。違う。俺はこれが良かったんだ。俺はこれが良かったんだけど、まあ俺は、整備士、毎ターン1回だけ 1AP でその酸素共有する場所を、まあ、生成することができるということでございますね。はい、うん、台本通りやってくれ。じゃあ俺は力持ちで。お前台本じゃねえだろそれ。はい。え、ギザは何だっけ。なんだっけ、お前あれでしょ、ベテランでしょ。ダメだよ、力持ちだ。いるだろ、タンク容量。いいから早くベテラン、ベテランしとけよお前、こっぱっか。さあ、そしてトラを。俺はインデンジャー。そうですね。まあ、こうルート開拓っていうのをやると1マスこう飛ばすことができるんだよな、味方が。そうだね。マスを、うん。これ結構強いんだよ。なるほど。さあ、しっかりでやってみますか。はい、そして俺が4番目だな。
合ってるこのなんで4番目順番も決めてるからな順番も4番目でいいよな合ってるの4番で合ってるよはい俺は3番だろ3番だな3時俺3番か3時だけに3時だから3時だけに3番1、2、3時やばハマってしまったやだで俺とりあえず嫌だ嫌だないだろ別にいいだろクソダサいけどな今もやもやするなんかよしやってくぞお前らさあやりましょう配信でクリアしよう配信でクリアしよううんクリアしようよしよしよしでよしよサイコロなんですがサイコロねあトラゴルいきますうんはい、よしよしさあまず皆さん言わなくてねなんか言わなくて覚えておいてくださいね、はい、皆さん行きまーすあ作りやそう結構ガチめにやったんだ、ね、2つしかないな2つさあこれねしかもサイコロがね1と2と3しか出ないサイコロなんですよねそうで酸素のこの入ってる2個投げれるというね自分の酸素カードを使ってダイスを回すという、はい、でだ最大進めるとしても9マスだなそうだね、最大9マスだね、うん、じゃあ行くぞサトラを1枚使ってダイスを振ります4つ出ろタクト大好きなダイスおおやるじゃねえかやるぞさすがだなじゃあルート開拓してくれ普通にルート開拓だなルート開拓でこここれが1個飛ばしでねそう飛び越えていけるよっていうやつだねそうそうそうでこのぐらいまで進むか止まることはできないからねうんここ進んでルート開拓もするかなるほどなしちゃってもいいんじゃない、うん、よしよしさあということでトラオがねまずルート開拓をしていくそして次マルコの番でかいそう進むと酸素が減るんですよそしてやるなガスないいねいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいねいいねやっぱり俺ら配信者なんだなやっぱ配信者だなとりあえず OGS 行っとくかいやもう結構進んでからでもいいんじゃないか OGS 進んじゃってもいいんじゃないかな5ぐらい行くかで、ここで俺は1ポイントだけ使って前に OGS 出していいんじゃないか、前に前にしとくかいや後ろでいいんじゃないだって帰ってくる時もいるからねこういう風にねまあ後ろでいいんじゃないどっちに出すかもね、重要なんですよ、うん、そうこの OGS っていうのが酸素補給できるとこだなそうなんです酸素のカードをこの右に見えてるやつからね引くことができるんですよ危ねえな結構いいの出るアスリートのとこ泊まれるんじゃないかあ、泊まれんじゃんいいじゃねえか泊まっときたいよなそうだね、そこ泊まってもいいかもねじゃあ、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 じゃあで、さあそしてこれ終了すると酸素供給っていうのができるこれね、この上にいると酸素供給でカードが引けます酸素補給もうするで、あの4分の1なんだけどあの1個だけを引いちゃうとその酸素補給する場所が壊れちまうんだよな一旦1枚でいいかこれそうだね、そうだね3分の1で磁気嵐があるんですね。あれどうしようかな。でかいな。このな磁気嵐を引いちゃうとこの OGS がぶっ壊れちゃうんだよな。そう。使えなくなっちゃうから。で酸素が補給できなくなっちゃう。先般だ。引きすぎ先般。結構もう回収してってもいいんじゃないか。おお。そうだな。これの三角取って。そうだな。でも飛ばせるから。割と奥行っちゃってもいいんじゃないか。奥行ってもいいんじゃないか。三角で行った方がいい。いやそうだね。寄った方がいい。拾っていった方がいい。ここで移動してってことだよな。拾うそう。こうしてここのを回収する。でこれクリア条件として7個当たりを引かないとクリアできないからな。なんでここ物資回収します。これでね回収できたんだけどこれがちゃんと使えるものなのか使えないものなのかが分かんないんだよな。はい、使えないそうだね。うん。当たり外れあるからな。当たりを7個持ってこいっていうゲームだね。パンクダイス。うわしぼ。切れそうだ。トラオの一個前に行けるな。ここか。あでもここだな、まあ、おそらく。お前はそこまで行ってもいいんじゃないか、別に。俺は奥まで行かないとな。ターン終了だ。ターンエンドだぜ。よし。ターンエンド。トラオ行っときたいな。あマジで。タンか。おい、出目が悪いな。いやでもタンク共有しとくぞ。あタンク共有じゃない。ここでここルート開拓していいか。でもいいんじゃないか。まあまあいいんじゃないか。そこも使わないし。無駄ではないな。そこのね、ルート開拓も10個しかないんですよね。初見さんいらっしゃいませ。こんばんは。いらっしゃい。いらっしゃい。ゆっくりしてくれ。ポイントゲームというゲームをやっております。やっております。どうぞ。やっております。出目良かったの。割と最初だけだったな。物資回収もどんどんしてっていいんじゃないか。全然物資回収してもいいと思うんだよな、俺。
うん、ありますね。マルコはとりあえず前の方に行って進んで、うん、そう、 OGS 置いてもいいんじゃないか、いろいろ高いしだろ、うん、どっち手前どこでもいい、いや、OGS の隣は開けときたいな。よし、よしよしよし、順調だな。なんかもう悪くないな。わかりませんよ。やり込んでる感あるな俺ら。そう、サイコロ OGS のおかげでプラス2になる。俺の特権なんだよこれ。そう、アスリートっていうキャラクターの特権だな。6ポイント何かするの。そう、酸欠をね、一人でもなると終わりなんですよね。そう、一人酸欠になってその次のターンに迎えちゃうとゲーム終わりなんだよね。ルート開拓置いちゃうかな。ルート開拓置くと隣立てないぞ。あ、そうだね、片っぽ立てなくなるから。まあ、でも俺が先に行けるっちゃ行けるからな。まあそうだな。そう、まあいいだろ、同時4枚あるから行ける行ける行ける。いいの、細かいことは気にすんな。ここで移動しちゃっていいんじゃない。酸素がね、3分の1で時期が来るんですよね。タンク共有で俺に渡して引いてもいい。そうだな、キットに渡すから1枚、うん、あ、まあこれもお前持っとけ。お前みたいなものこれも持っとけ。力持ちじゃないのに。力持ちじゃないのに。さあ、ここでみんな同じの量しか持ってないのに。力自信あります。引いちゃってもいいんじゃない。一回壊してもいいんじゃねえか。そうだな。いや、まあまあまあ。あ、でも壊してもいいぞいいぞ。いや、壊さなくてもいいと思うよ。そうだな。ここで置いとくか。もう一回。ここは持っといて。大事大事。持たない。さあ、俺。でかいぞ。3個いっときたいな。結構前進めるぞ。そうだな。無理わらや。結構行きたい。1、1、2とか。おお。いいのいいのいいの。すごいね。俺によこせ。どこまで行ける？一回移動してどこまで行けるか。うわ、だいぶ先だけど結構あるな。めちゃ行けるな。俺物資いいか、か五まで行って、いや物資四まで行ってルート開拓と行けないか。物資回収、物資3で物資回収だからもう基本的に俺がやった方が正直いいからな。そうだな、ルフィはあの配る役をやってほしいんだよな、うん、あので OGS とかマルコの授業で使えるから。そうだね、あんまり、あんまりルート開拓石を持っといてほしくないから、ルート開拓でいいんじゃないか。とりあえずそこのさ 1AP のところにさもう置いちゃうのはダメなのかな。あのいいんじゃないか、ルート開拓を。あれ1のところ物資回収してもいいぞ別に。そういや三角だしな。三角も意外と、いやそこまで三角はまあ持っててあれはないかもしれないけど、できるなら奥取りたい。ファイは欲しくないな、うん、どうする、ルート開拓だったら。いや、ルート開拓でいいと思うよ俺も、うん、いいか、ルート開拓するぞ、うん、すごく難しいよ、これ頭使わないといけないんだよな。で、移動でで、ここまで行けるかな。で、そこさらにルート開拓できんじゃねえか。そうだね、そこ行っていけないかな、うん、ルート開拓で2だよな。じゃあそうだね、ここまで行くか。3まで行って、3まで行って3までだな。で、2のところに置く、下のところを置いちまう。そうそうそう、うん、ルート開拓だ、ルート開拓だ、2だぞ、うん、それを下に置くんだよ。ここに置くってことか。そうそうそう。で、その後進んでもいいしな、別に。そうだね。1進んでもいいし。進んでもいいし。うん。戻ってもいいし。まあでも、まあそうだな。オッケー。うん、俺のやることは終わりだ。あ、でも、有殺屋からもらえばよかったな。次、俺ら。いつまったし。山北方、こんばんは。いらっしゃい。はい、こんばんは。よく来たな。こんばんは。ゆっくりしてる。読んだ。物資回収、お前、行きたいな。でも、2しかないから。ここら資格取っとくか。そうだね、資格はあったらもういいかも。ルール。それでも2行ったら取れないだろ。いや、こいつ2で取れるんだよ。あ、そうかそうかそうか。全部もらっちゃおう。うん。よしよし。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。遠いんだ。クロアシアの隣にいた方がいいな。したら。そろそろ。そろそろ OGS な。うん。移動で。お前やばいな。進んどかないとやばいな。そこさ、クロアシアの隣まで行っといて、その三角さもう埋めちゃってんじゃないか、とりあえずその左の 1AP のここか。ああ、なるほどね。そこ取んないから、うん、手前はもう取んないもんな、確かに、うん、そこだけ埋めといてもらって、宇宙船の中にいてもあれか。そもう出れないのか。よし、黄色の上にも乗れるっていうね、うん、そうだな。でとりあえず隣行くか。で俺の横だな、うん、ここだな。さあ、これでトラオのね酸素がなくなりました。なので誰かからもらわないといけないんですよね。俺も次のターンまで酸素がないと死ぬんだよな。よっ、お前とりあえず OGS 置かないとやばいな。そうだな、そろそろ置いてきたいな。まあルフィとの間とかに
そうだよな。一回これ OGS でぶち壊すのありじゃないか、クロアチアにぶん回すために。ああ乗っとくの全然ありだと思うな俺も。乗って不死鳥屋が今の OGS 壊すのありだと思うぞ。はいはい、はい、次俺が引いてワンチャン1枚もらえるしな。俺は持っていけないんだよ。俺は持っていけないからな。まずだからルフィが取りに行かなくちゃいけなくなるんだけど、ルフィが俺から受け取れないんで、ローがいるから横に。じゃあもうここで、うん、ああでもここでそっか出したとしても、俺がそれを壊しまったらあれだってことだよな。だからいや壊した方がいいと思うぞ。違う違うんだよ。そう、サンジの横に俺が行けないといけないから、いや俺はルート開拓の上に乗れるから、こう開ければいいんじゃないか俺が。ここ、いや違うんだよ、お前が1ターン遅いじゃんルフィより、うん、ルフィが次来るんだ。ああそういうことか、麦わらだから。なるほど、ね、マルコに渡せなくなっちゃうんだよ、あの酸素を。そうだよな、ローもないじゃん、マルコもないじゃん。じゃあ手前ってなると、マルコがそれ置いてサンジがそこに移動しなきゃいけないよな。後ろに戻って応じやすくなるためか、人もすぐ出るだろう。そうだな、その右側に置いといてくれれば、うん、ここで OGS 起動だな。そしたら、うん、ここか、ここで OGS 起動。結構ね難しいでしょ、うん、むっちゃ難しいんだよこれ。でもね面白いんだよね、こうボードゲーム好きな人はねなかなか面白いんじゃないかなと思うんですが。でも一回ゲーム終わんないと分かんないかもしれないな、ね、いや、いてほしいなそこに。これはいていればいいのか、渡せなくなっちゃうから離れちゃうと、うん、まあ、開拓もできないし何もないか。そうだな、結構そうだな。さあ3時の番。さあここで、これでいいか。すっごいね、まあ、うん、でもプラス2だ、5 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 俺が移動してローに渡す、ルフィが取りに来る。そうか、でもマルコに渡せないよな、これ。どうやってマルコに渡せないんだ。一回オシエス壊してぶん回したいな。やっぱさっきマルコが回すべきだったか。一枚引いてもらうべきだったか。サンジがぶん回すのは渡したとしてもサンジで回すのは良くないだろうんだよな。あの引く引けない、俺が引く引けないは別にその関係なくて、渡せなくなっちゃうんだよな、どっちにしろこれって、うん、マルコに。今タンク脅威でローに渡したとしても、ルート開拓が置かれてるせいで、あの隣にルフィが並べないから、マルコの。俺がそこの OGS に行っちゃうと。仕事しながら聞いてるから頭パンクしそう、すいません。まあ、とりあえずそうだな、でも渡さないと。そうだな、トラオには渡さないと。なんでこんなカツカツなんだ。びっくりだぞ。これやばいな、確かに。もう一人誰か。OGS。OGS やるやつが必要だったかもな、これ。さっき、不死鳥屋が、そうだな、マルクが回すべきだったな。ただ結局、そこで引けなかったら、これ一緒だもんな。OGS 置いとくか、もう一個。まあありだと思う。まあまあしのぐんだったらありだよな。一回壊して、ちょ一回いいか。一回クロアチアがここ壊すっていう前提で壊してもらって、麦わら屋が次に OGS 俺の隣に来て、麦わら屋の一個を俺に、あ一個なくなるのかお前回したら。結局マルクがもらえないだろ。そうか。でそこと OGS 多分置いて、とりあえず置くしかないんだよね。俺にさえくれたら俺不死鳥屋に、ま、渡せるぞ。そうだな。ルート開拓の上行けるからな俺。1枚引いときたいな、うん、そうだろ、回して。いやもったいねえな。あ3、いや次回せるよな。そうでもアスリートがなくなるな、これクロアチアの。もったいねえな。あーよかった。とりあえずルフィはもう絶対にあれだな、マル、This is Let's Play ローの横だな。ローの横行ってパーティーゲームだ。ローの OGSロー横の OGS で回すしかない、それは。3のとこだ、3。そうそうそう。マルコ大丈夫か、これ。次。うん。ユーサスがまず渡すしかないな、そしたら。いや、いけるいける、大丈夫、大丈夫。ちょっと待ってな。開拓し、開拓じゃない、あれ、ほっといてもいいんじゃないか。あ、そっか、回す。四角か。いや、今はだって酸素持ってたら、うん、ルフィはそう酸素取んないといけないから、とりあえずもう3行こう、そこ行こう。え、じゃあじゃあじゃあここのこの石あるじゃん。いやあのね、
もうここルフィが分回さないといけないんだよ。そうだね、持っとかないといけないから。だからトラオに渡しとけばいいんじゃない、石を。ゼロだよ、ね、ああそっか、お前無料か。俺ゼロだよ。あだからありじゃない、ここで物資回収しとくの。そうだな、そいついいよな、取って石渡してみる。あーなるほどね、はい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 、はい、ありだろそれは。でも結局次、あーまあいいか、まあいいだろう、これはいいと思う俺。結局ローがこれ配りに行かなくちゃいけないんだよ、マルコと俺に。そうだな、まあ配りに行けるのも俺だからな、多分隣に立てるのが。だからローに持たせときたいんだよね、これ酸素を。石を持たせたくない、ローにまとめて持たせたいんだよカードを。そうだから取らない方がいいんじゃないかって思う話ね。取っちゃった、まあ、でも1個渡すしかない。戻してもいいぞ、1個戻してもいいぞ、戻してもいいぞ、多分これもいいぞ。戻るか、戻るか、マジで物資取ってる暇がない、これ多分酸素だね、これが回さないと。酸素が結構ギリギリだから、これで物資足りなくなっても困るっちゃ困るけど。じゃとりあえずこう行くわ、じゃ普通にみんなで取りこう行くわ。でここでもう止まっちゃうよ。うん、いいかな。そうだね、うん、で回します。これ1枚は確定で取れる。はい、オッケー、オッケー、まだまだ取るよな、分回しいいんじゃないかな、はい、うん、マックスだな、マックス。13分の2。そんなことないだろ、来ないだろ、そんなことねえだろ。11枚は引けるんだ、大阪、まあまあ、引かねえよそんな。11枚は大丈夫、いいよな、大丈夫だよな、そんなことないよ、大丈夫だよ。あらあらあら、終わりだから、もう1枚、もう1枚、ほいほいほい、余裕だ。うわマジか。まあまあまあ、でも最低限じゃないか多分。そうだね、ギリギリ最低限はいける。できっとは俺は正直前にいたいんだ。そうだね、もう石取りながらトロッコ目指していいと思う。すっごいね、くっせえな、マジ最悪だ。使えない。1個進むしかない。そうだね、なるべくそのまだ OG 数すべてで3つ余ってるからな。そうだな、まだまだまだいける、うん、しかも10分の1だからな、あれ。いや俺は正直ここから、ね、10分の1だから、ね、動きたくねえから。これでまず回す、来い消防。でお前らが俺に酸素供給してくれ。タンク共有で。そうで俺から持ってていいぞ。麦わら役から2個ぐらい持っていく。3人持ってていいぞ。で、あじり品だなこれ。ギリギリだ。どうする？でマルコ、俺が俺らの間に来て、俺らに渡すだね。で2人に渡してだな。ここ行って。タンク共有で1個渡すんだな。どっちだ、いやてか両方に渡さなきゃまずくね。両方に渡さないと、不死鳥屋に3つ、これ大事じゃないか。どっちの方が先に進むか。3つの方がいいんじゃないか、マルコ。不死鳥屋に3つの方がいいと思う。俺は OG いつも置けるから、うん、これで決定で、もう1回タンク共有使って黒アシアに渡す。またこれ酸素カツカツになってきたな。そうだな、酸素を渡すだけ でお前がずれなきゃいけないんだよな。俺ずれた方がいいな、ここ、うん、そこを3時に渡した方がいい。で俺ここの上乗ってた方がいいだろ、みんな乗れないな。そうだ、うん、そうだね、よしよし。あでもそっ、あそっか、でも飛び越せるんだよな、麻酔ってくれ。次だから回してほしいな。こんばんは、いらっしゃい。よく来たな、いらっしゃい、こんばんは、こんばんは。今ねガチで、よし、どっか OGS 置いてほしいな。前の方に1個置きたいな。前だね、前だね、1個。でもここはマルコ自分で引いてもらわんと。そうだね、2進んで、ね、2進んででいいんじゃないか。それか 4のところまで進んででもいいぞ。ここまで行ってもいい気がするな。前だな多分。前か、前、いやそこは任せるぞ、そこは任せる。俺の後ろとかでいい気がするけどな、正直。俺もそう思う。1個手前で、まあ、間にいた方がいいな、間前がいいな。いや、あそこそうか、両方とも罰か。そうだな、ユースタス屋とだったらここの不死鳥屋の間に置いといた方がいいんじゃないか。さあ協力力が試されるんですよ。そうなんですよ。で石取っちゃっていいんじゃないか、物資回収。確かにワンちゃん1個ありか、うん、今合計で物資が6個。いやどうだ、待て、酸素取りたくねえ。これやったらいけねえわ、酸素取りてえ。あいけないのか酸素。ここをフルで回すしかないだろ。そうなフルで、全然、うん、俺はいいの当たるから回せ。だってよ、当てろ当てろ。フルで回す必要ないぞ別に。フルで回さなくていいの。あフルでは別に回さなくていいのか。多分 2,3 枚でいいと思う。もう1枚ぐらい行きたいな。あと1枚行きたいな。
うわ出たな。結構厳しいな。聞いてくれたから。ここから7枚は取れない。クロアチアがフルで回す。7枚は取れる。俺フルで回す。そしたらそこルート開拓じゃねえ。あれでいいんじゃないか。発掘しちゃっていいんじゃないか。手前ルート開拓できるけど。あ、分子解除できるな。これは解消する。うん。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、結構いいぞ。よしよしよし、全部打ちまえ。これは回せるな。よし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 。難しすぎて何語か分かってないらしい。俺らも昨日一昨日頑張って始めたぐらいだからな。まだまだ全然分かってない。多分な、配信でいつも1時間半だろ。1時間半よりやってるからな、俺。そうだ。このゲーム、むちゃくちゃやったもん。ちなみに昨日ね、あの1ゲームちょっと取っといたんでね、あの上がるかもしれないですね。あ、もしかしたら切り抜かれるかもしれないな。俺のやることは三時で、できればルフィはあれだな、三時とかからもらって俺に渡してほしい。この1ターンはまだ生きれるから、で俺に渡してほしいな、酸素。そうだ、よし、これで三時の隣行くだよな、まずクロアシからもらう。そうだな。俺とローの間な、でローに渡さないといけないから、これそうだね、ローも今ないから、うん、あ、そう、俺から取って、あと3枚もフルでクロアシアが引けるから、多分クロアシアは結構なくなっても大丈夫だな。一枚残してでいいから、俺は。これで3時でいいのか。そう。そう、まず3時で3つ。3枚欲しいな。3つだ。フロアシアから3つ取ろう。どれ、3時どれ、どれ取ろう。右3枚で、右3枚。あの、俺3いらないから。3いらないだろ、クロアシア。多分そこにステイだから。これでいいか。うん。多分大丈夫。で、これをトラオに渡す。ローに渡す。何枚渡せばいい。2枚欲しいな。2枚か。別に2つ2枚でもいいぞ、3つじゃなくて。これ2枚すか、じゃあ。うん、そうだね、そっちでいい。うん、オッケー、大丈夫か、2枚で。よし、いや、多分0枚のやつには2枚渡しとかないと。俺にも1枚欲しいんだ、次。あ、ユースタスや。そうだ、俺も1枚欲しいんだ。え、でもだって俺が1個あげたらいいんじゃないの、それは。いや、そうするか。それか、俺多分進むぞ、次。まあとりあえずいいぞ、そこ。ユースタスは一回戻ってもいいぞ、こっちに。そうだね。いや、さすがに取りたくねえか、ちょっと、ね、俺この辺にいた方がよくねえか、うん、まあどっちにも行けるように。そうだな、この辺にいた方がいいよな、ね、うん、まあそれか1マス進んで物資回収でもいいぞ、手前のやつ。まあそうだな、いや俺が取れる可能性が正直ちょっと薄いからな。そうだね、あんまり多く行けないかもしれないな、うん、そうだな、ね、ユースタスが戻る時のために手前の資格取ってもいいぞ。これ取っとくか。だったら、ちょっと待って待って待って。だったら、ロー、石渡しとこう。あの、ルフィは、あの、開けときたいんだよね。あの、あれ、隙間を。橋渡し役だ。そっか、ルフィが、そっか。これで戻る？一回全部戻して。で、ローに、その2枚と三角を。オッケー。見てくれ、みんな、このガチっぷりを。遊びなしでやってんのあんまねえからな、俺らがゲーム。え、これ2でいいんだっけ？2でいいぞ。2枚とその三角。はい、そうそうそう。ガチで帰りたいからな、ね、俺たち。これでもクリアできてねえから。そうなんだよな。で、ここ行って、ここを書いてもらう。で、書いたけどね。うん。牛回収。ほい。まあ、帰るときは一気に帰れると思うぞ。ルート開拓あるからな。そうだな、下の方は一気に潰れるから。俺か。さあ、出目次第だ、来い。おー、来た。いいぞ、いいぞ。でかいな。よっしゃ。まあとりあえず1進んで取るか。1個取って戻れるぞ。1個取って戻るか。そうだな、もうそれ以上奥に行かれると厳しいから、下の方にいてほしいな、うん、これだ。麦わら屋とよっしゃ、の間か、そう、ね、ワンチャンクロアシアの間にも行けるんじゃないか。何もいらねえか。クロアシアの隣に行けないか。あ、行けないか。いや、ここだろ。まあそこでいいんじゃないか。まあここでいいんだ、いや、俺の隣、うん、そうだな、2かな、2の方じゃないか、これこっちか。いや、それか、オージーさんありなんじゃね、置いとくのダメ。タンク経路もらってくる。オージーさんだって俺が置けるだろ、うん、あ、そっか、うん、ね、俺も共有もできるし、俺がまず共有してもらってもいいんじゃないか、これ。あり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 、俺から取ってもいいよ、うん、奪うぜ、どれだ。で、3取っていいんじゃないか、これ。3取ってもうキットは帰るじゃん。そうだね、そうだ、お前もいるか、これ。足りないから。いや、3いるぞ、3の方がいいぞ。3下は一気にいけると思う、下は。7はそうだな。まあお前なら出せるよ、任せろ。運はあるからだ。
少しでもふざけるとうつむな。そうなんだよな、これ遊んでらんないんだよ。これはちょっと遊んだらつむぞ。やっぱり面白く見せたくて俺らも考えたんだけどな。そうそうそう、いっぱい弾くとあの嵐が出てつむんだよな、OGS が。ワンピースで終わるんだ。あと OGS 行くだからな、お前気をつけろ。これ上でローが行って、いいんだったら、もうそう、もう下でどんどん、まあ、出目次第だな、出目次第。ルート開拓してってもいいんじゃないか。そうだね、お前ルート開拓係だ。ちょうど。うわ、使えねえ。じゃあ1個ルート開拓使って。いや、ルート開拓使うと隣行けないんだよな。どうすか。サンジの使うか。キャビンとか出てるから大丈夫大丈夫。ルート開拓ここして、ここでいいよな。うん、いいよ、そうだ。眠くなる。俺たちめちゃめちゃ真剣で。ギンギンやってるけどね。ギンギンはもう頭フル回転だから。わかんねえって言うな。俺ここにいた方がいいよな、そしたら。そうだね。うん。下の方 OGS でもいいけどな。いや、多分ここに乗れんの俺だけだから。うん、そうだね。開けといた方がいいだろ。さあ、マルコ。で、俺はここで。で、マルコ、ちょっと OGS 回していいかも、全然。OK。ここら辺で出そうか。そうだな、ルフィのところか、そうだな、そこに1か2だな、どっちか。上のやつもう1個ぐらい取りたいよな、五角形のやつ。正直な。欲を言えばよくを言えば。いや、厳しくないか。でも1個提案として、不死鳥やって1個でいけるんだよな。あ、でも取れないのか。いや、だから俺があの全部フルで回した後にルフィが俺のを取っていくってことはできるんじゃないか。そうだな、俺が行くとしたら俺が行けるかなぐらい。ルート開拓して OGS を取った。待て、ここマジで運命の分かれ道だぞお前ら。そうだぞ。もう酸素俺らかなりきわきわらずからな、俺今。俺ら1枚しか持ってない。でも3枚確定でもらえるんだよ。そう、3枚は確定。3枚確定でもらえるんだけど、うん、あのずっとやってきてるのがやっぱその、これをさ、俺が一気にガッて取るじゃん、カードを、うんうん、それを配るその期間でもうどんどんターンを使うわけよ、これっていつも。そうだな。そう、だからその上まで行くその余裕があるのかどうか。まあ、余裕が出たらにしよう、余裕が出たら。そうだな。じゃあとりあえず俺ルフィの横で OGS 起動して、うん、そうだな、全部、うん、あれ取っちゃう。そうだな、うん、いいと思う、いいと思う。もうありだし、ここは一個、じゃあ念のためじゃあこれルート開拓もできるけど、ありルート開拓してで、そのまま置いてで上乗るか。そうだよね。で頑張らせよ。しよし。で下に行って、移動しちゃって OGS 回せねえぞ。いや、あ、そっか。まあ、いや、いけねえ。アクションポイント足んねえぞ。あ、そっか、いけねえな。あ、そうか、本当だ。そっか。いや、ルート開拓して置いて移動してもいいんじゃないか。ルート開拓、なんか上にルート開拓置いて、そのままその横に、あ、そういうことね。プレート置いて、もうここに置いてもらったことか。そうだな。で、まあ、どこでもいいんじゃないか、それ。OGS は。どっちでもいい。下の方がいいんじゃないか、下の方だね。下でね。OK。で、乗ってと。で、頑張って。3つは確定だからな。3つ引く？これ。どうする？行くだろ、3つ引いていいと思うんですよ。次確定か。よしよし。いいぞいいぞ、3つ引きたいな、3つ。よっしゃ。あ、2つか。まあ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 。だってもう1枚引いちゃっていいんじゃないか、これ。いけると思うよ、俺は。全然いけると思う、これは。さあ、時期嵐だ。時期でも全然あり、これは、ここは。パンク嵐来い。あ、オッケーオッケーオッケー。来た、全然あり。これ、まあでもそうだね、まだまだいけるから。よしよしよし。OGS あと1個だ。頼むぞ、黒足。でかいでかい。6でかい。でけえな。8だ、お前。さあ、これ俺が引いて、ルート開拓置いちゃってもいいんじゃない？いや、ね、ルフィが取りに来なくちゃいけないんだよね、俺のところに。ああ、そっかそっか。行けなくなっちゃう。俺が私に行けないから、ルート開拓が置けないと。移動して、移動できない。三角形取って帰る。三四五。あ、でも三のとこまで行ってルート開拓して戻ってこれはしないか。四行って回収して。四五。いや、足りないな。足りないね。そうすると3時で、マルコに渡してもらってもいいんだけど、ダメか。あー、ちょっと待って、1でもありか。あ、それか、俺にタンク共有で石渡して黒足屋がいっぱい引くとかだったら、下の2個目の、あれか、1個目の。でもだってそれ結構賭けじゃないか。だってもうここで終わったらもうないぞ、酸素。そうなんだよな、もう、うん、とにかく今一番考えなくちゃいけないのが、俺がこう、もうバリバリ引くことなんだよな。そうだね。だから石を、だから俺に渡してフル開けといた方がいいよ。俺もそれで。いや、2移動していいと思うぞ。じゃあ回収したくねえか。無理か。結構アクションポイント。いや、回収したらどっちにしてもフル開かなくないか。てか俺ここに戻ってこれなくないか、回収したら。戻れるんだよ。戻ってこれない。
多分戻ってこれギリ足りないんだよ。1、2、3、4、5、6で2、3、1、俺も何本いけるんだ。何本いけんだ俺今。8、全部で結構いけるぞ。2移動して回収して回収いけるか。これ渡しちゃうか。まあ、やってみてで渡して2に戻れるだろう。ちょうどだ。ルート変えたか負けたりしないこれ。ルート無理だ。いや欲張りな欲張りな。タンク共有そこでしないとダメだ。タンク共有でそこでタンク共有しないとダメだ。ああそうかそうかそうか。あげる。でもよしよし。でここでクロアチア次第。そうだな、お前の運次第だ。ここで運が大丈夫だろ。配信ついてるぞ配信。ここ引けなかったら8枚はいける。配信者だろ。サンジ昨日はなここで俺よしやるぞって引いて1枚目から外れ引いちゃったんだよ。外れ引いてる。でお前らにボロカスに言われて、そう本当にボロカスに言われてお前らサンジ見捨ててお前帰ったんだろ。そうなんだよ。誰だけで優しかったの。そんなこと知るわけねえだろ、やめろ。でも待て待て待て、ここだけ耐えればもう帰りは楽だぞ。帰りはそうだぞ。そうなんだよな、もう取れちゃえばいい。勝ち確だ。分かるぞ。はい、いけるいける。さあ、いけるか。勝った。はい、よし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 。さあ、いける。まあ、4枚はいける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 。はい、いけるいける。はい、勝った勝った勝った。いいよいいよいいよ。もっといける、もっといける。タンクよ、サンサン。はい。2枚かよ、もっと取れ。渋いな。渋いな、ちょっと。どうする？ちょっと帰っていいと思うぞ。帰っていいと思う。帰ろう帰ろう。全然帰っていいと思う。あ、帰れる帰れる。帰れる帰れる。帰っちゃう帰っちゃう。それワンチャンルート開拓してもいいよ。1個田舎に帰る。1個ルート開拓してその右のところに1個置いてあげて帰るのも全然あり。拾えるんじゃない、その三角。三角形拾えるぞ、お前。三角形拾えるぞ。4位3下行った方がいいと思う。3下行って拾って帰る。拾って帰る。優秀さすが3つだから多分大丈夫だよ。帰れるか、うん、帰れるな。ギリ帰れる。6え足りなくない？1足りなくない？いや足りない足りない足りない。あじゃあやばいか。ダメだ、帰るしかないな。えだったら俺そのルフィの横に1、今ルフィは上行かなくていいから2、3、4、まずじゃあルフィそこを置こう。 1AP のところにあのルート変えて置こう。黙って従う麦わら屋。いやもうだって黙ってねえ。もう麦わら屋が多分今ルフィが考えたのは今置いた場所に自分が1個移動してその四角のやつを取って帰れないかって今考えたんだろ。ああ無理なんだ無理。でも間に合わないんだよね。もう帰るしかないぞ。もう帰る。これも帰るしかない、ね。じゃあみんな。よし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 。よしよし麦わら屋が帰った。ルフィが一番最初に帰っちまった。宇宙船で待ってる。必ず来い。ルフィが一番最初に帰る。ルフィが一番最初に帰った。絶対最後だろう。いやクリア大事だから攻略大事だから。まあな、ここ大事だぞ。待てよ俺ら任せろ。やばすぎる。やってるわ。いやこれ1個もらうしかないぞユースタスヤ。そうだね、ま、だ俺の取っていい俺の取っていい俺のから1つもらうしかないぞ。いやそれかさ言っといた方がよくね下に。いやでもマルコの次がないんだぞ。いやだからマルコにもらう。3時から1個もらうか。あなるほどね、うん、いやいや下にとりあえず降りるだけ降りて、うん、で、俺がそう詰め寄ってって1個渡して帰るって感じでもいいか。その方がいいと思う、絶対。三三まで進んどいた方がいいと思うぞ。立ちけて。だってそしたら次1、2、3だから出るだろさすがに。俺確実にここ出るだろ。俺死んじゃう。よしよしよし。ギリギリじゃねえか。危ねえ危ねえ。ギリギリじゃねえ。俺のおかげで帰れるな。急にお前ら台数悪すぎだろ。シャンブルズ。おかえりトロー。よし帰った。一歩ずつダンブルズ。ダンブルズだ。タンブルズ。わかんないから。タンブルズ。俺のノイズキャンセル入ってシャンブルズがタンブルズに聞こえたってわかんないからそれ。いやムードメーカー欲しかったな。うわ。おいマジか。おいムードメーカー。ムードメーカーだったらよかったのにな。まあでも行くところまでしか行かない。急にやべえぞ。え、これやばいぞ。サンジが。これ結構ギリだよ。2だったらやばい。サンジが俺に渡せばいいからな結局。大丈夫。3以上出さなきゃいけないぞ。大丈夫だ。俺だけだと助ける命は余裕だろ。クロアチア配信者。4以上出せれば。あぶねえなマジでよ。ギリギリか。お前帰るのか。サンジもギリギリ。え？足りない？え、だからギザワの隣に。いやマルコ次第だ次マジで。うん、あげるしかない。ネットに渡せ。マジのガチのマルコ次第だよ。ここでムードメーカーだと。うわあ怖え。だから言ったらムードメーカーがいいんじゃねえかって。言ったらさっきギザワがいちいち出したのも問題だからな。そうだ。あ、それはそうだな。お前らの台数が悪すぎんだよ。まあまあどうあがいても俺は。危ない危ない。お前だけ4出すんだよ。いるか石。石いるか。いらねえよ持ってけ。帰れ帰れ。
捨てなくてもいいよ、これ何もしなくていいか、帰っていいのか。いいね、自称力持ち、早く帰れ。お帰り。力持ち帰る、お家。やばっ、これこれきついぞ。3人を悪くねえじゃねえか。出せるか。4以上だろ、これ。いくつ出せばいいんだ。5以上。1、2、3。1、2、3、4。まず5が絶対条件。無理じゃない、5でしょ。頼む。いけー、行け、ムードメーカー。おーおおイン。うわぁ、嘘だろ。お前マジかよ、マルコ。しょうがねえな、お前。ね、ムードメーカーだったらこれプラス3になってたわけなんですよ。足りてねえだろ。わかります？1位だったらゴリラなんですよ。ふざけんなよ。ああ、俺の役職が違ったな。じゃあな、金髪組。はい、30勝。じゃあな、金髪組。そして、これ足りてた、足りてないの。1、2、3、4、5、足りてない、足りてねえぞ。マジかよ。結果これで、あの船に戻ったとしてもミッションは失敗になるんだよね。そうだな、だからあの時間を短縮した、俺らが。そうそうそう、時間短縮で終わらせてあげた。帰りたかった。そうそうそう。最も運が悪かった聞いたとこだろ。みんな見たからこのゲーム難しいだろ。こんだけガチでゴリゴリでやってさ、これレベル1だからね。おかしいだろ。おかしい、バランスどうばかしてるぞこれ。こういうゲームなんですね。負けました、イカサマされたって。いや、配信でワンチャンいけると思ったんだけどな。配信でもなおクリアできず、超難しいね。ざわざわ。ちなみにこれレベル1だからな。そうだな、そう、レベル1。きつい、くそ悔しいこれ。悔しいね。なんかな、どっか自信あったんだな、配信でいけるんじゃないかって。なんかそう、いけるかな。やっぱ俺ムードメーカーじゃなくてダメだよ。ムードメーカー。いや、やめてくれ、頼む。本当だって。またこれテストプレイで練習して、次、次回の時にリベンジ。そうだね、これリベンジ。リベンジありたいね。そうだな。マジで。でもリスナーも、なんとなく分かってきただろう、ルール。ね、多分ルールは大体分かってきたんじゃないかな。俺たちね、結構ね、あの、なんていうの、上手い人のプレイをしてるんだけどね。それ、まあ、運もあるよね、これは。サイコロはね。いや、最後の出目が良ければ普通に多分クリアしてたよこれ。クリアっていうか、まあ、帰れはした。いや、クリア、そうだ、帰れはした。帰れはした。でもまだ足りないんだよな。そうね、それでもなお足りないんだよね。五角形ミスってるしな、これ。いや、難しいな。五角形で外れてかんの。五角形外れだぞ。レベル1で嘘だろ。さあ、というわけでね、お送りいたします。ちょこっと時間が残ってるんですが、ちょっとそうですね、お雑談にしときますか。どうしますか、お雑談にしますか。それとも、来週の告知でもいいぞ。そうだな、いいんじゃない、来週の告知で。ああ、そうだ。じゃあちょっとこのまま画面このままで、音楽このままで。はい、ということでね、本日はボードゲームレッツプレイオインクゲームズをお送りいたしました。エセ芸術家ニューヨークへ行くと月面探検ですね。はい、なかなか難しいけど面白かったのではないかと思います。俺たちも割と楽しんではやってた、うん、めっちゃ考えたけどな。楽しかったは楽しかったけど、はい、クリアかな。いや、なんか久々になんか、なんか全員でガチで頑張ったって感じしたな。そうだな。ガチ攻略。人狼とかってこうバトルだから言い合いになるんだけど、こう協力プレイもね、なかなか面白いんじゃないかと。うん、そうね、確かにね。そうだね、人の意見を聞き入れるもん。あ、なるほど。いつもはーっていう感じのなんか言い合いしかないから。はい、ぜひね、番組の感想、はい、アーカイブでご覧の方、コメント欄、ツイッターで投稿の際にはハッシュタグダマオレをつけてもらえると嬉しいです。はい。はい、どちらも見てて楽しかった。ありがとう。ありがとう。ありがとうな。ありがとうな。あの、このレッツプレイオインクゲームズは、他にもね、いくつかのソフトが収録されていますのでね、あの、これからもね、ちょっと何回かやりたいなと思ってます。はい。うん、別のゲームもね。はい、どんぐらいあるんだ、ゲーム。ゲーム自体はね、ちょいちょい増えてってるんだよね。じゃあ、それの更新ってこと。7個、8個か、7個かな。ぐらいあるんですが、うん、あ、そうなんだ。そう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 。はい、ということでね、次回の配信なんですが、8月の12日ですね、金曜日21時から。お盆休みの方も多いのではないかと思うのですが、はい、この日はね、宴配信を予定しております。おぉ、宴だ、宴か、宴。はい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。雑談ですね。はい、雑談でございます。酒飲む、お酒ありだね。お酒飲む方、ね、食べ物あり、クロアシアありで一緒に飲もうじゃねえか。飲むか、もう鬼殺しね、
クロワシア。ヒコロシはいらん。ゲット一緒に飲もうじゃねえか。飲むか、誘われねえならどうしようと思ってた今。ユースタスヤ、一緒にクライナ飲もうよ。クライナが。ユースタスヤ。クライナ飲んだことねえな。お前そういえば酒どうなんだ？強いの？そうだよな、全然一緒に飲んだよね。俺が飲んだことねえから、正直。あ、そうなんだ。そうなんだ。へえ。どうなるか怖いな。ドザオが加わって初めての宴配信なんでね、ちょっといろいろね、なんか企画も考えとこうかなと思ってるわけですが、お話のテーマもね、うん、はい、みんなで飲むわけですが、で皆さんもね、ぜひジュースだとかお酒だとかね、用意して一緒に飲みながら配信をちょっといつもより長めに撮ろうと思ってるんでね、はい、うん、うん、そうだ ね楽しそう。今日はお送りいたしましたウインクゲームズでございました。はいはい、はいはい、はい、以上です。まあ、来週はそう本当に雑談だし、なんかコメントとかもね読みつつ、そうだね、なんか聞きたい話とか、がっつり読んでいこうかなと思ってますんで、そうそうそう、皆さんよかったらね、ユースタさんのなんかこうどういうとこを知りたいとかね、なんかこうバルーへの、ね、アルコール激弱キットとかいいだけどちょっと何なんで言ったら今アルコール激弱キットちょっと印象がな印象がユースタスヤのな、ユースタスヤのなんか可愛らしいキットって覚えられそうだな。あそうだね、絶対強いぞ。まだなんか皆さんの中でまだどんなイメージかもついてない方もいると思うのでね、なんかここでなんか爪痕を残したいところだね。そうだな、はい、知ってもらいたいな。というわけで、次回はね来週12日21時にお待ちしております。というわけでまた次回お会いしましょう。バイバイ、じゃあバイバイ、バイバイ、またな。これでもダメか、これでもダメか、あんなに出るのにやっぱ力持ちやっぱムードメーカーはいるって、こういう時に。いらない。なんで、じゃあ一回ちょっと次裏でさ、ムードメーカー。いやもうそんなやんなくてもお前はいつでも俺らのムードメーカー。ありがとう、うん、じゃあな最後ピンポン。